とは、鬼神が人間を支配する戦国時代を舞台に、武士に憧れた二人の少年、武蔵と翔次郎が、最強の武士団、結成の夢を誓い、鬼退治に挑むバトルファンタジー。アニメでは、主人公、武蔵役を、内田雄馬、武蔵の親友、金巻翔次郎役を、斉藤壮馬が演じる。今回、本編映像とキャラクターボイスを収めたティザー PV が公開に。また追加キャストとして、昭和メダ武士団に所属し、甘え上手な末っ子気質の少女、服部つぐみ役を、高橋凛、武田武士団の団長で、日の本を鬼神の手から取り戻すべく、戦っている青年、武田直、虎役を、日野瀬俊が務めることが明らかになった。二人からのコメントも到着している。この度、つぐみちゃんの声を担当させていただくことになりました。Rつぐみ役で決まったと聞いたとき、不安は一切なく、喜びと楽しみで胸がいっぱいで、Rの原作コミックスに声を当て、アフレコを今か今かと楽しみに待つ日々でもありました。Rまっすぐで熱くて、可愛くてかっこいいつぐみちゃんを、全身全霊で表現していきたいと思います。Rテレビアニメ、オリエントの応援、これからどうぞよろしくお願いいたします。この度、テレビアニメ、オリエントで武田直、虎役を担当させていただきます、日野瀬俊です。大高押し先生の作品に参加させていただくのは久しぶりなので、とても嬉しく思います。今から収録が楽しみでワクワクしております。武田直、虎の気さくで優しく、正義感あふれる姿。そしてそこから見える非常に好戦的な面を全力で演じていきたいと思います。テレビアニメ、オリエント、どうぞご期待ください。